ジーソミア延長は日本側の態度次第と、責任転嫁ときた。産経新聞によれば、韓国のチョン・ウイヨン大統領府国家安保室長は1日、韓国政府が破棄を決めた。日韓の軍事情報包括保護協定、ジーソミアについて延長できるかどうかは日本側の態度にかかっていると強調した。 日本が輸出規制強化を撤回すれば前向きに再検討する用意があると重ねて表明した。協定の期限は22日に迫っている。河野太郎防衛省は1日の記者会見で韓国側に懸命な判断をしてもらいたいと破棄決定の再考を要求。日本は規制強化の撤回に応じる姿勢を示しておらず、期限に向け日韓のせめぎ合いが続きそうだ。 チョン氏は米政府の希望は伝わってきているとした上で、我々が主権を持って決定する問題で、日本が取った輸出規制強化の措置を考えれば絶対に延長することはできないと述べた。韓国政府にはジーソミアと関連する輸出規制、さらに徴用工問題を期限内に解決するのは難しいという現実認識が横たわっている。当初、 韓国政府がジーソミア破棄をカードとしたのは、日本の輸出規制への対抗という意味合いからだった。昨年秋に韓国最高裁が徴用賠償判決を下してから日本が輸出規制強化を発表するなど、日韓関係は悪化の一途だ。韓国大統領府国家安保室の長・テヨン第一次長は、ジーソミアの終了を決めこれを発表したのは、米国から、 仲裁を引き出すためだったと考えると述べている。依然として韓国政府は日本が先に輸出規制を解除しない限り、ジーソミアは延長しないとの立場を変えていない。ある韓国政府交換は先に原因となったのは日本の報復措置だ。そのためジーソミア中断決定を一方的になかったことにした場合、それは国民が納得しないだろうと主張している。 佐藤正久参院議員は、ほらね。判断基準が違う。国家国民の安全ではなく、プライドと事との本質を見極めず。文、自衛員政権の米国中裁期待の行き当たりばったり外交や、メンツ優先に探索するツイートを出している。核開発にも使える復活水素の管理強化は、報復でなく安全保障の話だ。 横流し疑惑に知らんぷりでは先に進めない。国民感情第一で、約束、審議、を守らない国に対し日米とも取るべき方策は限られてきた。